こんなに盛り上がると現地が激込みだ。はい、どうも秘密結社フェロム総帥ハッチでございます。今週はついにやってきました、有馬記念。もうメンバーも最高のメンバーが揃っちゃってね、なんと、登録 G1 馬が11頭登録してきていると。ウィンブレイト香港で勝っちゃったし、まあ出てこないかなみたいなところあるんだけども、それでも2桁10頭になるわけですから。でね、アーモンドアイまで出てくるとなるとね、ちょっとこれ現地こあのそんだけ来ちゃ、あのありがとう人来ちゃってね、混雑するの、こんなに混雑するの、オルフェブルの時こういうのは勘弁してもらえないかなっていうね。いやまあそんなね、あの混雑に対してちょっと覚悟はでききらないでいるわけなんですが、まあ、そして行くし、最終予想ライブでやるしという感じでね、行こうと思うんですが、とりあえずの、あのとりあえずの週頭の予想というかね、まあガチ予想みたいなことで、ね、やっていきたいと思います。というわけで、フレダムザイ G1 馬が10頭も出てくるってことはね、もう強い馬たちだからこそ、まあ今ね G1 といっても分け合うなんていうふうに言われている中で最終決戦ですよ。だからこそ適性が大事なんじゃないかなと。この中山芝2500をしっかりこなせること、これがまず求められるということで、まあ、それにしても夢のレース、有馬記念って言えるだけのメンバーがね、あの揃った、こんだけ揃ったのってもしかして初めてじゃねえっていうぐらいね、 G1 は10頭ですよ。昔 G1 の数少なかったからね、10頭もつまんなかったでしょみたいな感じで数えてみたら、もしかしたら初めてかもしれない、うん、昔は G1 の数が少なかった、そんな感じですね。まあ、というわけで、あのしっかり予想していきたいところなんですが、今回の特注なんですが、想定3番人気サートミナリアから行ってみたいと思います。まあ、あのクリストフ・スミヨンの継続騎乗、まあ、そしてですね、有馬記念はマイラーでも距離が持つっていうのをね、大優作が言ってたっていうかね、大優作の頃言われてたんですが、まあ、実際には多分三好立ち配列 CT でこう折り合っていけば、まあ、あのコーナー6回あるからスタミナとかそういうところよりも、まあ、最後の切れ味みたいなところでなんとかなり得るというのがね、一つ答えだと思います。そう考えるとね、あのそれを分かった上でスミヨンが2度目の騎乗で、まあ、あの天皇賞秋の敗因をね、まあ、東京競馬場に求める声もあるんですが、一つそれもあるかもしれないし、まあ、ハイペースの追走っていうのがあったかもしれない。そんな中でね、コーナーうまく利用してペースが、そのハイペースの追走っていうよりは、まあコーナーワークとかでね、うまくついていって最後切れ味にかけるみたいなことができれば、まあ、この馬でも十分持つのかな。ダービーの後ね、あんなおつやな空気にさせるだってことはね、ノーザンファームが持ってる手元のデータでは有馬記念なんかぶっちぎるぐらい強い馬の一頭のはずなんです。アーモンドアイとの直接対決が待たれてた馬、まあ、そう考えるとね、今回こんだけ軽視されていれば馬券的には美味しいぞということで狙ってみたいと思います。まあ、そしてですね、想定一番人気、アーモンドアイのね、母フサイチパンドラは有馬記念をね登録抹消、まあ、その後ね、馬主の関口房郎さんも、その後の G1 に JRAG1 にあの所有馬が出たのが2回、その次の高松の宮記念で所有馬フサイチリシャールが故障で、その直後の皐月賞に、弥生賞12着からフサイチ争うと無理やり出したみたいな感じでね、まあ、フサイチ の最後みたいな感じになってしまったわけです。まあ、くしくもね、まあ、関口房郎さんも、まあ、去年のニュースの中で故関口房郎氏みたいな書かれ方をしていたテキストがあったりして、まあ、お亡くなりになったのかなと。で、まあ、金子誠氏の所有するディープインパクトキングカメハメハと相次いで亡くなり、まあ、近藤リーチ氏も今月亡くなったみたいな形での中で、まあ、そう考えるとね、先月か、まあ、亡くなった中で、そう考えるとね、金婚館、2000年代初頭を彩った馬主さんたちのそういった流れがね、なくなる中で、まあ、父の父にキングカメハメハ、まあ、そして母フサイチパンドラというね、この時代を彩った、まあ、関口房郎氏のね、あのそういったあの血統がですね、この令和最初の有馬記念にね、名前が残って、そしてそこからあの夢がつながっていくってことを考えるとね、まあ、非常に感慨深いものがあるわけでね、もうあのキングカメハメハの孫、そして関口房郎万歳ということでですね、これは変えていきたいと思います。あ、問題何も言わないよ俺は。それ以上熱発明けだからね、本当は変えたくないよ。まあ、そして、2番人気リスグラッシュ、まあ、海外帰りの牝馬、
それが引退レースってことを考えたら顔見せに近いのかなと。まあ、昔ジャパンカップにね、あの種牡馬として輸入してきた馬を走らせるのに近い感覚があるのかなみたいなところ気がしてます。まあ、ただでさえそういう意味でローテ的に飼いたくない中で、まあ、この馬の妹のねアラスカっていう馬が現3歳だったかな、もうあのその後勝ち上がってる馬なんだけれども、暮れの中山で確か去年デビューして13着だかに負けてるんですね。まあ、そしてこの馬の姉プルメリアスターという馬がいてね、これがですねあの5歳の暮れの中山を使って11着に負けてるのかな。まあ、あのそこでもう力が衰えてたわけではなくて、その次のインターレースでは2着に来てる馬ですからね。まあ、そう考える と、このリス・グラシューの兄弟、まあ、姉妹がですね、中山で走ったのは2例のみ、両方冬のこの12月開催の中山で2桁着順に負けていると考えた時に、まあ、リス・グラシューに冬の中山適性があるのかっていうことを考えたら、もうそれは非常に疑問。まあ、冬とね春で中山で適性が全然違うよっていうのはサッカーボーイの血筋のね成績とかその辺で明らかなんですが、まあリス・グラシューの姉妹の場合は両方冬の中山での戦績ですからね、まあ、適性なし、まあ、もしくは適性なしなんてのは力でどうにかするとして、海外帰りの牝馬の引退です。まあそこまで仕上げてきてるとも思えないみたいなところでね、まあ、どっちから見ても消せるんでね、これはもう思い切って完全に無印でいきたいと思います。まあ、そして想定4番人気ワールドプレミア、まあ、このね馬の兄ワールドエースが種牡馬として活躍し始めてたりしてね、このディープインパクトとマンデランって配合がね、まあ、配合として最高だなんてことをね、まあ、昔から言ってた血統オタクがいたりして、まあ、それがついに執念が実ったなという菊花賞馬、まあ、なのでね菊花賞有馬記念連勝して、まあ、種牡馬としてのこう人気みたいなものも獲得してほしいなというところなんですが、まあ、菊花賞有馬記念の連勝って結構例が多くて、まあ、非常に、ね、相性がいいと、まあ、レースいろいろとねラップがどうこうとかそういうので適性が似てくるなんて話もあるんですが、まあ、中山競馬場京都競馬場っていうのが、それぞれ東と西の高低差がある方のコースっていうのもね一つあると思います。まあ、つまりタフな馬じゃなきゃ勝てない、まあ、ヨーロッパ血統がいいとか、ね、まあ、その辺も含めてですね菊花賞と有馬記念の連勝っていうのはよくあるので、これはもう印を打っておかざるを得ないなということで考えておきたいと思います。まあ、そして想定5番人気フィエルマ、戦略ルメールをね、ルメールが戦略でルメールで有馬記念ですよなんて言ってたんですが、先週ですねいきなり先々週かいきなり国枝さんが熱発で香港を回避したアーモンドアイ有馬記念に出すからっていうことでね、ルメールがどっち選ぶか次第ですよなんてノーザンファームの広報は言ってたらしいんですが、そうじゃないよね、もうこれ完全にまあ、ルメールの評価というかですね、まあ、ノーザンファームの評価というかそういう意味で強奪される程度の馬、まあ、そしてねその代わりの鞍上が池添健一で発表されましたけどね、まあノーザンファームの池添の今年の扱いを見ればね、目黒記念で池添を下ろすためだけにデブデブのまんまね、あれなんだったっけ、去年有馬記念を買ったブラストワンピースをね、目黒記念デブデブで目黒で池添で使って負けさせてね下ろすっていうね、ああいう扱いをしてる騎手を乗せるって考えたらね、まあそうでなくても凱旋門賞しんがり負けから、確かにフィエールマンってノーザンファームさんが言うには3ヶ月はレース間隔空けなきゃダメな馬とかっていう噂話を何度か聞かされてきたんだけど、まあ凱旋門賞がどう考えてもまだ3ヶ月経ってないですしね、まあノーザンファームのその辺の態度から言えばこれは決死でまあ行きたいと思います。調教でもまあセダブリダンテスに煽られてたとかね、その辺の話は聞いたんでね、無印でいいと思います。まあ、そして6番人気スワブリチャード、去年一昨年ねこれ有馬記念4着だったんですが、その前がアルゼンチン共和国杯を勝って有馬記念4着、まあ、このステップねゴールドアクターが勝ったステップだったりしたんで期待したんですけどね、まあ、どうやら東京の方が中山よりは適性があるタイプの馬みたいで、まあリピーターレースとしては適性が微妙かなと、
まあ、今回ね、スワーブ・リチャードジャパンカップから有馬記念というローテでジャパンカップ勝ってますが、まあ、このジャパンカップのメンバー構成がアルゼンチン共和国杯とどう違うかって言われるとちょっとっていうぐらいね、今年はジャパンカップの段階ではメンバーがどうこう集まんねえとかね、いろいろ言われてね、大変だったわけなんですが、まあ、そう考えると、まあ、東京勝って有馬、まあ、ジャパンカップだぜ今年勝ったのはっていうよりは、まあ、ノーザンファームとしては感覚を詰めての調整っていうのはなかなか苦手にしてるなみたいな感があって、まあ、中3週っていう調整になったっていうあたりは、アルゼンチン共和国杯を勝って有馬記念っていう臨戦だった一昨年と比べてもマイナス要素というふうに捉えた方がいいのかなということで決していきたいと思います。まあ、そして7番人気奇跡凱旋門賞ね、今年の日本馬最先着ですからね、これはもう海外帰り初戦の中で評価するとすればこいつだと思います。まあ菊花賞馬ですし、前回、昨年の有馬記念は、敗因としてはね、秋4戦目だったっけな、まあ、そんな感じで秋解禁賞っていうのね、最近なかなかない中でガス欠だったのは明らかですから、前回の有馬記念5着を適正なしと断ずる要素にする必要はないと思います。まあ、むしろ菊花賞馬がよく有馬記念では勝つよねみたいなところで適正をね、もう信じ直して、前回の敗因はあえて度外視できるということで、前回の敗戦は度外視できるということで、まあ、これはね面白いんじゃないかなということで、まあ、こんなね人気薄で前に行ってね、うまくいけば配当も大きいぞということで買いでいきたいと思います。まあ、そして想定8番人気ベロックスなんですが、まあ、ジャスタウェイ3区の重賞初勝利がかかるレースということになってます。まあ、アーモンドアイに続いてね、サイン馬券で取り上げ損ねたこう馬単位のネタということで言えばね、過去有馬記念が重賞初制覇だった馬っていうのは2頭いるんですが、それがですね、いずれも父の重賞初制覇でもあったんですね。父の3区の重賞初制覇でもあったわけです。まあ、そう考えるとね、ジャスタウェイ3区が重賞未勝利っていうのはベロックスを買う上では一つポイントになるのかなと。まあ、そう、3歳馬の重賞初制覇有馬記念が35年ぶり、これコバのエタリオだったりすると40何年ぶりとかね、そんな感じで非常に稀な例なんですが、まあ、3歳トップクラスでずっと居続けた馬ですからね、まあ3歳世代買うんだったらこれも印回していいのかなということで買いでいきたいと思います。まあ、そして最後にひらめけ大穴ってことでね、想定16番人気してくるよなんかいかがでしょうかね。まあ、オールカマー勝ったことで中山適正証明しましたし、その時にね、任した馬と着差を考えたら、まあ、G1 で通用しても不思議はない馬、まあ、G1 初勝戦になった大阪杯あたりの着差を見てもまだまだ見限られないぞという中で、東京での天皇賞はまた負けちゃいましたけどね、まあ、中山適正の馬って考えたら、だからこそ逆に人気急落で美味しいぞと、美味しいだけね、まあ、G1 馬10頭に勝つのは至難の技なんで、この人気順なら一つ面白いんじゃねえ程度ですけどもね、まあ、ステイゴールド3区最後の G1 制覇になるかもしれないですよね、そろそろっていうあたりも含めて頑張ってもらいたいなというふうに思っております。以上こんな感じで、多分5等ボックス6等ボックス、まあちょっとね、ステイゴールド3区ってことはもう1頭悩む馬もいますし、まあ、ちょっと最後決断はライブでということでね、迷ってますが、今のところこんな感じでいきたいと思います。以上ハッチーでした。